おはようみんな。盛岡駅にいる。新幹線を待ってる。今日は東京に行く。兄はアメリカから来て、一緒にディズニーランドと JAXA と他の東京の場所に行く予定がある。新幹線に乗った。東京に行く。楽しみにしてる。ほら、すごく早い。成田空港に着いたばかりだと今父ちゃんを待ってる。楽しみにしてる。おい、お前。あ、ビデオですか。誰？すごい。誰？僕はトマス・ギルバットです。ヘラ・ギルバット君のお兄さんですけど、今日はね、筑波にいます。筑波で JAXA に行きます。で、JAXA はどんな場所ですか？ JAXA は日本のセントラルスペースセンター。ああ、そうなんですか。すごい、超嬉しい。おい、車あったな。おい、みんな。筑波にいる兄は、兄、とっちゃんは日本に来て、一緒にディズニーランドに行って、今日は筑波でJAXAに行く。ちょっと病気になっちゃった。僕から来ました。残念だけどね。筑波はどんな街？綺麗で静かな街です。静かだ。静かだってすごいね。うん、本当にすごい街。はい、東京の方が、東京より筑波の方が好きです。あ、筑波の方が好きだって、はい、すごい。あ、ほら、ロケットじゃん。まもなくもうすぐ着くよ、はい、本当に楽しみにしています。ほら、ジャックさん。超すごい、すごいね。スペースドームに行こう。はい、何をしてる？マガジンムーブをしていまして、ドア開けて、よし、今日は何をしました？今日はね、JAXAに行って筑波に散歩していました。そうだね、うん、で、リラックスしていました。あ、そうだね。今日は筑波探検だった。すごく楽しかった。筑波は科学で有名だ。科学町と呼ばれている。今日食べる後は、あ、イルミネーション、はい、筑波駅の前に毎年イルミネーションをしますから、散歩して見に行きます。よかったね。アラビアッタというパスタを注文した。あ、スパゲッティを注文した。いただきます。小学生はこの絵を作った。すごい。